ここで裏を狙っていい位置で受けました。奥野前を向けます。バックステップは加藤睦月。さあドリブル、得意なドリブルで仕掛ける。ためだ、中に入れて加藤のヘディング、素晴らしい追加点、セレッソ大阪起用に応えました。今シーズン初ゴール。いやー、ピンポイントでしたね。ここ、まあ、奥野選手も起点になりながらうまく中央で起点作って、ここ田村選手、ここオーバーラップしながらね、福田選手と少し2対1を作りながら、ここ田村